豊川鉄道、宝来寺、鉄道、田口鉄道の電車本校では、豊川鉄道、宝来寺鉄道及び、田口鉄道が保有した電車について記述する。この三社は、豊川鉄道を機関としたグループ会社であり、車両も同系車を導入して、直通運転を行っていた。そのため、本校では三社の電車を一括して記述するものとする。豊川鉄道は、 豊川稲荷への参経客や、豊川流域の旅客、貨物輸送のために設立された鉄道で、1897年から1900年にかけて豊橋大会会が全通した。宝来寺鉄道は、豊川鉄道の延長線として1923年2月に、流しの三河川合間が開業した。開業当時は両鉄道とも、蒸気動力であったが、 1925年7月に直流 1500V により電化され、電車及び、電気機関車による運転を開始した。両社は共通設計の車両を導入し、共通使用した。1929年5月、宝来寺鉄道から分岐する田口鉄道が開業し、1932年12月に宝来寺口三河田口間が全通した。 同線は開業当初から直流電化されており、車両も豊川鉄道と同じものが導入され、共通運用された。1932年10月に三新鉄道が開業すると、こちらでも乗り入れ運転を開始し、最終的には天竜京駅まで乗り入れた。1943年8月1日付で豊川鉄道、宝来寺鉄道の両社は、 本州横断鉄道を形成する三新鉄道、稲電気鉄道と共に戦時買収され、鉄道省飯田線とされた。枝線であった田口鉄道は国有化の対象とはならず、豊川、高来寺両鉄道の買収後も存続したが、列車の運行は鉄道省に委託され、1952年5月の委託契約解除まで、両社の車両と混用された。また、 豊橋への直通運転も1963年まで継続されている。国有火事に鉄道省へ引き継がれた車両は、豊川鉄道が電気機関車3両、電車20両、蒸気機関車2両、貨車132両、宝来寺鉄道が電気機関車1両、電車2両、貨車19両である。田口鉄道はこの時点で電気機関車1両、 電車2両を保有していたが、これらも鉄道省に貸し出され混用されていた。豊橋鉄道、田口線も、派14移設後のモ派14モ派10型は、1925年の、豊川鉄道、宝来寺鉄道殿下の際に用意された、車体長15メートル級の木造、両運転台形制御電動車で、モ派1型として、豊川鉄道向きに5両、 宝来寺鉄道向けに一両が日本車両を製造本社で製造された。屋根は丸屋根で、前面は軽い R を付けた非貫通3枚窓である。側面窓配置は 1D33D33D1。座席はロングシートであった。定員は100人。台車は鉄道省 DT10 の流れを組む日車玉。山形、電動機は TDK-314 個を装備。 歯車比は17、67である。落成時ヘッドライトは全面倉庫に装備された、いわゆるおへそライトであった。1932年に三新鉄道が開業すると、こちらにも乗り入れ、鉄道省払い下げの三新鉄道木造車とも、並結運転されたりしており、後に天竜橋駅までもチョークしている。1938年に両車とももは十型に、解消され、 宝来寺鉄道のものは10、豊川鉄道のものは11の15に改められた。この頃、おへそライトをやめ、全面屋根上にヘッドライトを移設。1943年年8月1日に、戦時買収、商船飯田線となった後は、買収されなかった、田口鉄道も、破30系2両が鉄道省に供出され、代わりに1両が、田口鉄道の運行に充てられた。 1949年11.12が部品調達できずに廃車解体。1951年4月に残りを廃車。全車とも国鉄から形式を付与されなかった。この頃に内部を鉄骨で補強、腰板を鉄板と交換し、半交代化している。10.13は大井川鉄道へ上渡され、もは200系201.202となった。14.15は、 田口鉄道へ譲渡。1956年、田口鉄道買収により、豊橋鉄道に移管。1963年全面創下に、サボウケを設置。1964年7月も14.15へ、解消。1967年末にはヘッドライトを、シールドビームに投下し、田口線配線まで使用され、配線後15は、廃車解体。14は、 最終日の運転には参加せず、エビシャコにてに投下したヘッドライトを一等に戻し、手電動機を外して、電装解除の上、下楽町へ譲渡されたが、タミネ駅構内に9年間放置。1977年から下楽町田口の資料館、奥三河郷土館敷地内に、生態保存。2020年11月27日に移転し、下楽町、 清崎の新たな奥三河郷土館5月13日開館、道の駅したらに、併設に、生態保存。もは20型は、1927年に増備された前、構成車で、豊川鉄道向けに制御電動車2両、宝来寺鉄道向けに制御電動車1両が、製造されたものである。豊川鉄道1両と宝来寺鉄道の1両の2両が1927年1月、 川崎造船所制、豊川鉄道の一両が少し遅れて1927年5月、大阪鉄工所制である。当初、豊川鉄道の二両は模波21系、宝来寺鉄道の一両はもは2型と称したが、1938年に、両者の三両を一括しても、は20型と改め、豊川鉄道も、波24は模波22に、宝来寺鉄道も、 ハニワもは二0に改版された。車体の形状は、当時の地方鉄道向けに多数が製造された、深い丸屋根におン系の通風機を装備した、いわゆる、川造形と言われるもので、車体長は17メートル、前面は一見非貫通のように見えるが、実は、貫通扉付きの3枚窓で、側面窓配置は 1D6D6D1 D D D である。座席は、 ロングシートで定員は120人であった。も1重型に引き続いて、イギリスのイングリッシュエレクトリック系伝送品を使用し、電動機は DK-36 を4個装備、歯車比は19、61である。戦時買収直前の1943年21が、田口鉄道席出来53牽員する貨物列車と江島駅付近にて正面衝突し、 死傷者を出した。買収後もヨハ橋機関区にあって、飯田線で使用されたが、1950年に21.22の2両が、更新修繕を受けて前くらい側、運転台側面にのみ乗務員扉を設置した。20は1949年11月に、走行機器を国鉄正式品に標準化され、台車を DT10 系、電動機を 出力1 0 0ットの標準品に制御機も国鉄型に交換した。その後、1951年12月に21.22、1952年2月に20が宇部電車区に転属して宇部線に転用されたが、さらに1953年2月から3月にかけて府中長電車区に転属して復縁専用となった。 1953年6月に施行された車両形式称号規定改正では、旧豊川鉄道の2両が模波1600型に、旧蓬莱寺鉄道の1両が模波1700型に改められている。1955年12月には、富山機関区場川原区に転属して、富山港線用となり、16 1600.1601は1957年3月に廃車後、 1601は上新電鉄に上と1700は再び豊橋機関区に転属し豊川分工場の入れ替え用として同工場の廃止まで使用され1964年9月に廃車伊豆箱根鉄道に上とされたその間1959年6月には車両形式称号規定改正により雲派1700型と改められている豊川鉄道も ハ32モハ30型は、1929年に、増備された、反構成制御電動車で、豊川鉄道向けに3両、田口鉄道向けに2両が製造された。製造は、日本車両製造が行っているが、車体は先行した川造形のモハ20型とおおむね、同型で、側扉の幅がモハ20系の 1003mm から 1100mm に、 拡大された程度で、走行機器も同様である。モハ20型と同様、一見非貫通のように見えるが、実は貫通扉がある。田口鉄道の電3型は、1938年1月に、豊川鉄道所属者と同形式の通番とされ、モハ30型に解消された。買収以前は、三振路で300型とともに、 吉田天竜教官の直通列車に使用され、1943年の国有化後は、豊川鉄道の3両は、鉄道省に編入されたが、田口鉄道の2両は、買収対象にならなかったものの、鉄道省に供出されて、中部天竜機関区に配置され、旧豊川の模ハ30型と共通に使用された。この間、更新修繕により、 前くらい側の運転台両側に乗務員扉が新設されたが、後くらい運転台も損置されていた。オリジナルの台車は日車 DE-18 であったが、32の未国鉄型の DT10 に交換されていた。1952年2月、国鉄車の31から33は、宇部電車区に転出。1953年2月から3月にかけて、 府中町電車区に転属し、復縁専用となった。1953年6月に施行された、車両形式称号規定改正によりも派1610型と解消されたが、1956年3月に3両とも廃車され、田口鉄道、大井川鉄道、三木鉄道に1両ずつ譲渡された。そのうちの1両1610は、田口鉄道に譲渡され、 機器の国鉄標準型の変更や、側窓のアルミサッシ化、客用扉の後半プレス製化などの車体更新を行われ、古巣に戻って、両社と共に、豊橋乗り入れ用に使用されていたのは特筆される。同車の車番は、田口鉄道も、三38となり、1956年豊橋、鉄道も、八38、38,1962年雨窓よ、設置。 1964年7月も38へ、改装。1965年連結機を、密着連結機から、自動連結機に、交換。1966年へ、微車庫にて600、V 化、ヘッドライトを、シールドビームに投下、厚み線に転属。1968年も1713へ、改板。1971年方向転換の上、 変運転台化し、貫通扉も埋め、溶接密閉非貫通化。後に台車を、日車、D、DE-18 から川崎 K3 に交換、1986年頃廃車された。1952年5月、田口鉄道の日本国有鉄道への運行業務委託終了と同時に36.37は、田口鉄道へ返還された。 この際、戦前から継続していた、田口鉄道への直通運転は一時中断したが、国鉄標準型機器への交換を行って、再開された。1956年豊橋鉄道田口線となる。車両の検査業務を委託していた豊川分工場が、廃止される1963年3月24日まで、車型と国電の並結が見られた。 1962年アマドイを設置し、客用扉を後半プレス製に、交換。1964年7月、モハ、モエ、解消。1965年連結機を、密着連結機から、自動連結機に、交換。1967年ヘッドライトを、シールドビームに投下し、1968年、田口線廃止、厚瀬線へ、転属600部以下、600V 化。 同年も1 7 1 1 1 7 1 2へ、階盤・貫通扉も溶接密閉、非貫通化し、側面の加工窓もアルミサッシュ上昇窓化、その後1988年8月の廃車に際し、1711、のみ番号を36に戻し、田口線時代の茶色塗装を復刻、ヘッドライトも一等に戻し、さよなら運転を行った。もは80型は、 1927年に増備された、モハ20型と同型の反構性制御電動車で、豊川鉄道向けに2両が、大阪鉄工所で製造されたものである。製造当初は三等郵便荷物合わせ作りの、不随車で、左派湯に201.202と称したが、1930年4月に、伝送され、モハ湯に201型となった。この際に装備された電動機は、 TDK528A で、これを4個装備する協力者となった。歯車日は26時54分である。1938年4月には、三振鉄道が全通したことにより、同社の手に201型が乗り入れるようになったことから、全室三等室に変更し、モハ80型となった。そのため窓配置は変則的で、1D6D51D1 である。 運転台は当初は両側にあったが、戦時中肉派100型と編成を組むため、後くらい側が撤去されて、変運転台式となっていた。国有化後も豊橋機関区にあって、飯田線で使用されたが、1948年に再び両運転台となった。1950年には、前くらい側の運転台両側に乗務員扉が設置するとともに、 制御機器や電動機は標準化され、国鉄正式のものに交換されている。1952年4月に、両社とも、宇部電車区に移って、宇部、小野田専用になったが、1953年に、横川電車区に移った。また、同年6月には、車両形式称号規定改正によりも破六6 2 0型と改められたが、1956年3月には、 廃車となり、両車とも、三義鉄道に譲渡された。区波六十型は、1927年に造備された、模波二十型と同系の全構成制御車で、豊川鉄道向けに二両が、川崎造船所で製造されたものである。当初は付随車で、二十二型と称していたが、1937年6月に、制御機器を搭載して、両運転台式の制御車となり、 クハ六十型に改称された。国有化後も豊橋機関区にあって、飯田線で使用されたが、もは八十型を再び上運転台とするため、1947年11月、及び1948年4月に後くらい、運転台が撤去された。さらに1950年2月には、従来、辰野向きであったものを豊橋向きに転向している。その後、 1951年12月に61、1952年4月に62が、宇部電車区へ展示、宇部、小野田専用となった。さらに1953年2月に61が、翌3月に62が揃って、府中町電車区に転属し、副園専用となった。同年6月1日付で、車両形式称号規定が改正されて区派5600型に改称され、 5600.5601に改版された。5600は形態的な変化が少なく、ほぼ原型のまま使用されたが、5601は更新修繕によって、前くらい側運転台の両側面に乗務員扉を設置し、屋根状の通風機をグローブ式に改めた。運転台撤去側の貫通路は整備されていない。 1956年3月に5600が、1959年3月に5601が廃車され、5600は、三義鉄道、5601は、総武流山電鉄に乗とされた。区派100型は、1940年に増備された、車体長18メートル級の半高性制御車で、木並み車両製造で2両が製造された。国鉄入後、 車両形式称号を規定改正に伴って区派5610型と解消されたが、両社とも1962年2月に廃車となり、高松こと平電気鉄道に払い下げられ、同社8 0 0 0系8 1 0 8 2 0となった。佐波1型は、1922年に本車両製の、車体長17メートル級木造客車を、電車用の付随車に改造したものである。 当初は、ホハ1系、ホロハ1型と称していたが、ホハ1.2は1935年12月に、ホロハ1.2は1937年6月に改造され、本形式の1から4とされた。当初は、一般的な客車と同様の車端部に出入台を設ける構造であったが、元の開き戸を埋め込んで、客用窓とし、車体中央部2カ所に引き戸を新設している。 この際、前、クロスシートであった座席は一部をロングシート化されたが、1940年には、ラッシュ対策としてロングシートを撤去して、乗車転移を増加させている。戦後は、3.4が稲松島機関区に転用されて、天竜共以北の HL、AH、車と共に使用されたが、1950年3月、事業用客車に転用され、 なや26,960型として、浜松機関区及び沼津機関区に配置された。1953年6月の車両形式称号規定改正では、なえ27,000型と解消され、それぞれ1965年、1964年まで使用された。一方豊橋機関区に残った一点には1951年4月に廃車され、 1953年に豊川分工場で解体されたが、いずれかの TR-11 系大車が区波47,023に転用されている。サハ201は田口鉄道で使用された四輪単車の木造付随車である。1955年に豊橋の豊坂鉄工所で国鉄トム6782を改造したもの。霧島車体で、 車体中央部の一箇所に引き戸が設置され、窓配置は 4D4 で2段となっており、つま面は中央だけに窓が設置されている。座席はロングシート。運転台がなく電車の間に増結したが、電気ジャンパ線はなかった。脱却時や団体用に運用された。1962年に廃車となり、1968年春には、 走り装置が外された状態で倉庫として利用されているのが確認されている。豊橋鉄道も1710系電車に関するカテゴリー。大井川鉄道も波200系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。